ロア・クラフトとはカップルとして演技の間中ずっと音楽の美しさやムーブメントやシェイプの美しさを表現し続けられる能力のことです。それに加えてフロアの広さに応じてルーティンを調整する能力や他のカップルとぶつからないようにする衝突を避ける能力でもあります。ですからフロアクラフトを理解することや混雑したところで踊る場合には何をどういうふうにすべきかということをカップルに教えるのはそれは先生の責任だと思います。クイックステップでそうしたフロアクラフトの重要性が非常に高いのは他のスイングダンスよりもはるかにスピードがあり他のカップルとぶつかる可能性が大きいからです。そこで他のカップルとの衝突を避けるために LOD や振り付けをうまく変えられるいくつかの方法をご紹介しましょう。最初に思い浮かぶのはとてもシンプルでかつポピュラーな方法で他のスイングダンスでも使われます。それは左横にステップしてオーバースウェイのアクションを踊る方法です。そこからプロムナードに抜けていきます。このようにどの方向にも抜けることができますのでぶつかりそうになったりフロアが混んでいたりする場合私はこのステップを使って振り付けを変更し女性をプロムナードにしたりクローズドポジションにしたりすることをします。ご覧のように応じてプロムナードやクローズドポジションへと使い分けましょう。いいですか？これは最もシンプルな方法でぶつかりそうになった時に使えとても有効です。次に紹介するのはやはり他のスイングダンスでも使える簡単な衝突を避ける方法としてのトラベリングコントラチェック。これは PP で終わります。Traveling contra-check, nomina. Traveling contra-check, nomina. もう一つおすすめするのは、これも大変ポピュラーな方法ですが、プロムナードポジションから振り付けを変更する方法です。プロムナードポジションからのチェックです。Slow, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow. さて、ここで一旦チェックをしてから、次に交代に入り、そこからオーバースウェイをしたりチェックバックして、先ほどのトラベリングコントラチェックに続けることもできます。さて、もう一つの便利な方法はピボットを使う方法です。コーナーなどで動けなくなりそうになった時はこのピボットを繰り返し使って混雑から抜け出します。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック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 、スロー。このようにその場でピボットを繰り返すことにはいくつかのメリットがあります。一つには音楽に乗り続けることができますし踊りを中断しなくて済みます。またあたかもそれがルーティーンの一部のようにも見えます。さて実際の競技会で踊ってみるとわかるのですが多くの場合フロアの中央が混雑したりあるいは長い方の LOD の右コーナーが混雑したりするケースがよくあります。それは多くのアマルガメーションがそうした場所を通過するように作られているからなのです。そうした混雑した場所での有効的なステップはステップホップあるいはシャッセです。
コーナーに向かって踊り、ステップホップやシャッセを使いながら私は方向を変えようとしますが、もちろんそれはリードによってです。つまり2人の共通のセンターが大変大事になってきます。女性に方向の指示を出す私の手も、そしてフットワークも同じように重要になってきます。さて、シャッセでの移動では、左にシャッセしていこうと思った場合、右足で床を右に押し出していくことで左に移動し、逆に右にシャッセしていく場合は左足で床を左に押し出していくことで右に移動できます。このようにして私は行きたい方向へシャッセで移動することができるのです。よろしいですか。さて、お話ししてきたようにダンスを踊る上でフロアクラフト、つまりフロアの使い方は大変重要です。ですから、こうしたタイプのアクションを試みるときには強い精神力を持ってください。そして男性はこれから行おうとすることや行きたい方向についてのリードについて自信を持ってください。女性に対して2人の共通のセンターからの正しいリードをしますが、それにも増してこれから何をするか女性がはっきり分かるよう両手を通して適切なエネルギーを注ぎ込みます。さて、踊りの中では男性が交代するケースもよくありますが、後ろのカップルとぶつかるのを恐れて肩越しに頭を返して後ろを見る姿は私としては見たくありません。理由は簡単です。カップルのシェイプが崩れてしまうからです。ここで重要な役割が女性に生じます。それは、女性は男性に対して障害物がどこにあるか適切な情報を手を通して伝えることです。例えば、私がそのまま後退していくと、私の右後ろに他のカップルがいるのでぶつかってしまうという場合、女性は左手を使ってちょんちょんとそれを男性に知らせるようにします。その知らせを受けて私は進行方向を変更するので、このように衝突を避けることができるのです。同様に、男性の左後ろに進んでいくとぶつかりそうな場合、ここで女性を見てみましょう。女性は今度は右手指先でちょんちょんと合図を送り、左後ろが危ないと知らせます。男性は方向を変えます。このようにして、いつでも素早くフロアクラフトを変えられるようにしてください。いいですか。さて、フロアクラフトについてお話ししてきましたが、次は頭の重さを利用することについてお話しします。正しいフロアクラフトを行う上でとても重要です。さて、これが最後のレッスンになります。頭の重さの利用の仕方も私たち独自の考え方です。それは主に女性が行います。男性がリードで示した方向へ、女性は頭の重さを利用して動き、カップルバランスを大きくします。それによりより軽やかに流れるように進行していく動きになり、2人のトップフレームのボリュームも大きくなります。しかし、それには男性の正しい頭の重さを利用した動きが重要で、それがあって初めて女性が対応できるのです。では、頭の重さを十分に利用しながら、このコリオグラフィーを踊ってみましょう。それでは、ナチュラルターンから始めましょう。まず、男性のリードを受けて、女性の頭が伸びていき、どんどんシェイプが大きくなってボリュームが出ます。これを利用してナチュラルターンに入ります。ナチュラルターンの終わりで女性は左へ伸び続け、男性も同様のアクションでバランスを取り、カップルとしてのボリュームを大きくします。よろしいでしょうか。ここで男性の頭の重さの利用の仕方が重要になります。男性は頭の重さを利用して女性に進行方向と回転を示さなければなりません。
わずかに頭の重さを利用して女性に右回転することを知らせます。わかりましたか？もう一度お見せします。ここからランニングスピンに入りますが、自分の右側に女性が動いていけるようにするため、さらに伸びて広がりを作り、次に頭の重さを利用して行ってほしい方向に動くよう女性に指示します。続いてレンバクロスに入りますが、ここでは女性が男性に横へのステップの方向を知らせます。そしてピボットでは頭の重さを正しく利用することでスピードをつけることができます。さて、ティプシーにやってきました。ここは2人ともシェイプを強調するところです。そうすれば頭の重さを正しく利用して自動的にスピードを増すことができるのです。よろしいですか？ピボット、ティプシー、ターニングロックでも同じです。男女ともに進行方向に対して頭の重さを利用しています。ターニングロックの最後のプロムナードでの頭の重さを利用するところは大変重要です。男性はしっかり女性に進行方向を示さなくてはなりません。一方、女性は左サイドへのシェイプを強調しなければなりません。ではまず音楽なしで実際のスピードで踊ってみましょう。その後で音楽を使ってお見せします。使って踊ります。いよいよ終わりに近づいてきました。私とアレシアは皆様が上達することを心より願っております。何回も言いますが、上達するコツは正しい方法で練習を重ねることです。近道はありません。いい加減に練習をしては決して上達しません。皆さんよく考えてボディを使って練習をしてください。そして何よりも増してハートが大切です。最後にレッスンしてきた全てのアクションを取り入れて、もう一度このコリオグラフィーを踊ります。頑張って上達してくださいね。Only helps me tell you how grand you are. I try.